こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は太田さんです。よろしくお願いします。そしたらじゃあ太田さんについて自己紹介をお願いします。はい、太田です。都内の設計事務所に勤務しております。このお部屋は1年半前ぐらいに、自分でリノベーションしたお部屋になります。はい、はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅がワンルームで一応そうですね、はい、大体何畳ぐらいあるんですか、ね、この真ん中の水回りのところを抜いて約20畳という形になりますね、うん、ワンルームでありながらちょっとこう変わったなんかあれですよね。間取りというか少しあの奥まったスペースがあったりとかして、はい、それでそれぞれ緩やかに場所を分けていくというような形になっています、うんうん、というわけで、まあ、今回もかなり、まあ、こだわってるポイントだったりそういったところたくさんあると思うので紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初じゃあ玄関から紹介をしていただきたいなと思います。はい、まず玄関の設計するにあたってこだわったポイントからお尋ねしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか。玄関はもともと水回りがこの辺りにあったんでスラブレベルがちょっと下がっててですね、でちょっと土間みたいな空間をそのまま残して設計してます、うん、で、その土間の関係でこの水回りが浮くようなこの下地をセットバックさせて、うん、下の配管をですねこうむき出しにしてしまっているというような形で設計しております。確かにこう見ると本当浮いてるようにかなり存在感を消せたんじゃないかなというふうに思ってますね、はいはい、ここは結構広さとかも3畳ぐらいは限界ありますかね。もともと自転車を置こうかなと思ったんですけど、外のスペースが結構良かったんで、はいはいはい、外活用してて、最近はなんかちょっと DIY したりとかそういう時にここを使っているような形になりますね。確かに作業はしやすいです。そうですね、かなり作業しやすい、はいはいはい。まあ、玄関周りスニーカーが、はい、まあこだわりがちょっとあるということで、今回お気に入りのスニーカーをちょっと数点ピックアップしていただいたので、はい、ちょっと紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、まず鬼塚タイガーが結構好きでですね、で普通の鬼塚のやつがこういう形でザ・スニーカーみたいな走りやすそうな形でかなりもう履き飛びちゃってるんですけど、5年以上履いてるかなっていう感じですかね。だいぶ青色でこれが標準的な形で、最近なんか鬼塚もいろんなパターンを出してて、 2年前ぐらいに買ったやつかな、革になってるタイプで厚みがあるような形のスニーカーですね、うん、普段スニーカーとか鬼塚のものを履かれることが多いですか。そうですね、鬼塚が好きで、好きなアーティストが結構ライブの時に鬼塚タイガーを履いてるみたいな、はいはいはい、流れから鬼塚をこう履くようになりました。ちなみにそのアーティストさんは銀杏ボーイズのミレダさんですね。なるほどね、はいはいはい、分かりました、ありがとうございます、はい、そしたらまあ、今ちょっと最初お話にも出てたこちら側が水回りというか、あ、そうですね、はい、ちょうどトイレと洗濯機置き場とお風呂という形になっています、はい、でちょっとこのトイレのマークがついてるんですけど、実はここが開きまして、ドアもそもそも存在感が、そうですね、もう壁と一体化させてしまおうというような考え方でデザインしてます。なるほどね。で右側が浴室、そうですね、こちら浴室で洗濯機で、はいはい、トイレという形になっております。ちょっと浴室について少しお話をお伺いしたいんですけど、はい、浴室は何かこだわってるポイントとか。そうですね、浴室はやっぱりそのもともと家の真ん中にお風呂を置くようなプランにしてて、理由としてはこう隅田川がガラス際から見えるんですけど、お風呂からもですね隅田川を見たいなと思いからこういうような配置にしてて、結構落ち着くような空間にしたいなという思いからですね、天井高を普通の高さよりかなり低く設定してて、だいたい 1.7 メーターとか8メーターとかそれぐらいのスケール感にしてて、ちょっとなんか茶室みたいな感覚の空間になっているというような形です。なるほどね、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ、反対側ですかね、はい、今度こちらがまあ書籍とか本棚、そうですね、ということで壁一面に本がありますけども、だいたい何冊ぐらいこれあるんですか。どうなんですかね。ここに置いてるのが一部で、はい、ほとんど実家に置いてあって、
よく読む本だけあるんですけど、まあ、でも 100以上はあるんですよね。これはなんか本棚はなんかこだわったポイントとかありますか？そうですね、一応これ全部可動棚になってて、ガチャ柱っていうあの壁に埋め込みできるレールなんですけど、これをこうちょっと移動させれば好きな高さできるので、あのテレビ置き場とか DVD プレイヤーを置いたりとか、いろんなディスプレイに対して適切な高さにできる、調整できるような設計にしております。本がたくさんあるということで、おすすめの本だったりとか、はい、なんかこう、はい、お気に入りの本か紹介をちょっと何かあればしていただきたいなと思うんですけど、はい、じゃあちょっと僕が好きな本を3冊をの紹介させていただきますと、まずこのヤンキーと地元っていうですね本になります。これはあの琉球大学の大学院生の方が、沖縄の話なんですけど、実際あの沖縄の若者たちの話をルポにした本になります。で、実際にこの著者の方が土木作業員としてですね、あの現場で働いて、そこで働くいわゆるヤンキーと呼ばれる人たちの話を聞いて、まあ、沖縄で暮らすっていうことはどういうことなのかっていうのをあの実体験としてこうまとめられている本で、まあ、大変面白いなと思いました。まあ、沖縄でちょうど仕事してた時に、沖縄ってどんなところなんだろうと思って、かなり偏った沖縄論だと思うんですけどそれでちょっと読んでみたっていう本ですね。これはルポ川崎、有名な本なんですけど、川崎について書いた本で、この本を読む限りは進路としてはもうヤクザになるかあのどうかみたいな感じのところをいろんなラッパーが出てきて、ラッパーって進路を新しく作ったっていうようなことが書かれている本です。で、実際川崎で結構前にあった河原で中学生が殺された殺人事件があったと思うんですけど、まあ、それの話とかからですね、どんな形で川崎の若者たちがこう生きていくかみたいな話が書いてある本で、興味深く読ませていただきました。はい、あとこれ全然違うんですけど、マッチ箱振り感はすごいですね。マッチ箱の AI って本で、これすごく面白くてですね、かなり古い本なんですけど、まあ、人工知能とかが今より話題になる前で、僕は大学院、建築の大学院なんですけど、結構その建築の設計をするっていうだけじゃなくて、あのプログラミング言語を覚えて、でそれをなんか設計に生かしていくっていうような研究室で、プログラミングって何なんだろうみたいなところから僕は始まったんですけど、その時にあの研究室の先生がこの本をお勧めしてくれて、いわゆる遺伝的アルゴリズムは何かとか、この可愛らしい絵でこのマッチを使ってですね、あのアルゴリズムっていうのを説明してくれて、人工知能とは何なんだろうかってことについて分かるっていう本で、あの今読んでもすごい面白いなというふうに思う、分かりやすく面白いなと思う本でございます。はい、あとはこちら手前側にあのオブジェだったり、はい、なんかちょっとそういったものがこう飾られてると思うので、大きなあの植物、あ、はいはいはい、こちらの鉢もちょっと含めて紹介していただきたいんですけど、はい、これがですね、はい、友人からプレゼントしていただいたもので、陶器のもので、あのかなりかっこいいのをプレゼントしていただきました。これすごいですね、なんか重厚感といい、はい、質感といい、なんかオブジェになるような鉢をってことで大学の同級生がプレゼントしてくれたものになります。分かりました、はい、そしたらあとは奥にはまた細々としたちょっとねアイテムがありますけど、はい、ここの棚に置いてあるものはどういったものがこれ置いて置かれてるんですか？あ、これはその学生時代の修士設計の時に作った作品の一部ですね。形が少しずつこう変わっていくと思うんですけど、この進化するアルゴリズムみたいなのを作ったっていう卒業設計をしていて、その一環でできたようなオブジェになります。この辺はなんかあの実際にプロジェクトでジョイントとしてですね、この 3D プリンターで部材をこう止めてですね、パイプがこう刺さってあの形を作るみたいなピースなんですけど、それの試作としてこう出したようなものとか、これはなんか全然勤務先の設計事務所の作品なんですけど、最近ガチャガチャになって、はいはい、5作品ぐらいあるかな、都内の作品で、浅草の観光センターだったりとか、うん、所沢の桜田だったりとか、そんなようなものの、フィギュアになりますね。なるほど。こちらの1個1段上には緑のベースというか、はい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 、ありますが、あ、これはまたちょっと面白い質問で、そうですね、はい、これはスキーマさんっていう設計事務所が
チャリティーのイベントで毎年あの年末に月間さんのオフィスでですね、その年のに月間さんが作ったものとか、あのそういうのをこう販売される会みたいなのがあって、でそこで武蔵野美術大学の学生さんがこれはなんか作られたみたいなんですけど、風船に砂をこう詰めてですね、ここにあのビーカーの先端が刺さってるんですけど、一輪挿しとしてこう使えるっていう変わったものでこうへこんだりして触ってて楽しいんで、確かに触り心地もいいですね。最高なんですよね。こういろんな形にこう変えれて購入させていただいたというものになります。確かにこれお花刺してなくても飾りたくなっちゃうとかあれですねそうですね、オブジェとしてですね、活用させていただいてます。はいはいはい、なるほど、ありがとうございます。あとはじゃあこちら手前側のテーブルスペース、はい、ちょっともうお尋ねしていきたいんですけど、はい、まずこちらのテーブルからちょっとご紹介していただいてもよろしいですか。はい、あ、はい、テーブルはですね、足はですね、あのスチールを溶接してちょっと作っていただいて、結構ラフな感じですね。その素地のスチールにクリアの塗装だけ塗っているような形になります。でその足にあの天板としてパイン材を乗っけて使っているような形になりますね。サイズが結構コンパクトで、ここに腰掛けてこう作業したりとかするには結構十分なサイズというような形になります。じゃあもうこれ本当に天板乗ってるだけというか、特にそうですね、特にあの固定してないのでこうずらせて天板だけ変えたりとかこういろいろできるというような形ですね。わかりました。あとはこちらの椅子についてもちょっとお伺いしたいんですけど、はい、この椅子はどちらの椅子はですね、天童もっこさんのなんですけど、僕の勤めてる会社と天童さんがコラボして作った椅子で、いろんな公共施設とかにもこう使われているようなものになります。厚密って技術を天童さん持ってて、杉って結構柔らかい材料なんですけど、それをこう熱で圧縮して成形させて作っているもので、杉材なんですけどすごく表面が硬くて丈夫な椅子になってますね。座り心地もすごくいい感じです、うんうん、あとこちらの椅子にはクッションも置いてありますが、あ、そうですね、このクッションがですね D&D さんが作られているものなんですけど、これもあのこの緑のこのオブジェと一緒に購入させていただいたんですが、月宮さん多分コラボレーションされて作ってるのかな。で結構あの裏地がこう見えるっていうような面白いデザインになってて、クッションの中がこう見えて、で一回この布も猫に破られたりしないかなって心配だったんですけど、結構丈夫でって感じですね、うんうん、ありがとうございます。はい、そのまんまデスクの方ですね、はい、ちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい、本棚と連続してここは設計されていると思うんですけど、はい、こだわったポイントはどんなところでしょうか。そうですね、やっぱりその川が見えるデスクっていうところで、なるべく大きくですね、あの印象的に川を見せたいっていう思いから、窓の周りってこう枠がついてて、あのもうちょっとこう厚みが出てくるんですけど、こう窓枠をなくしてですね、ミニマムにあのデザインしてます。であのカーテンレールとかも普通だったらこの下についてくるんですけど、埋め込みにしてあのレールだけこう見えるというような形のデザインにして、なるべく無駄なものを排除して川とこう向き合えるような場所にデザインしてます。確かに邪魔するものがこうないような印象というか、うんうん、そうですね、うんうんうん、ちなみにこの天板はこれももう備え付けというかデザイン設計される時にも、そうですね、コストを結構抑えてラフな質感にしてるんですけど、さすがにこういうあの壁に使っているこうザラザラした構造合板だとデスクにならないので、ベニヤの上にですね塩ビのシートをこう貼ってですね、表面を硬くして色もちょっとあの他の色にして差別化してちょっとデスクみたいな形にしております。はい、ありがとうございます。はい、はい、続いてリビング&ダイニング&キッチン、はい、はい、ということでちょっとお尋ねしていきたいんですけど、はい、まずこちらのスペースのちょっとこだわった点からお伺いしてもよろしいですか。あ、分かりました。全体的にワンルームなんですけど、少しずつ空間を仕切れるようにですね、ビニール あのシャワーカーテンを使っております。光を透けるとですね、川のような形であの模様が浮かぶんですけど、この家をこうデザインしたコンセプトとしては、川をなんかこう風景としてだけ見るんじゃなくて、まあ、空間の中に川っていう現象をこう取り入れていこうというような思いで設計しております。で今回このシャワーカーテンについてはですね、そうこういう模様とか光のこう透け感とか、このキラキラした感じとかが結構あの川の持ってるようなマテリアル感というかですかね、そういうのをなんか表現してくれるなと思ってこう採用したというような経緯ですね。うんうん、先ほど紹介させていただいた
バスルーム、あ、そうですね、ここから見えるという、はい、ちょうどあのアクリルの大きな開口部で作られているというような形ですね。これこう今見てるとスケルトンというか、ね、こうなってると思うんですけど、実際これ入浴される時っていうのはどういった感じにこれなるんですか？入浴すると蒸気でですね、結構曇るので意外とこのままでも入れるというような形になりますね、はいはい、自宅なんで、はいはい、まあ、こうやって見る人はあんまりいないだろうなところから、まあ、はい、パブリックな場所じゃないですか、ね、確かに、なるほど、ね、形ですね、わかりました、はい、じゃあちょっと少し奥の方ご案内をしていただきたいなと思います、はい、左手の方がキッチン、はい、はい、こちらがキッチンですね、はい、キッチンはどんなところにこだわりましたか？そうですね、まあ、なるべくこう作業台のスペースを広くしようというようなところとですね、食洗機をちょっとつけたくて、ただ食洗機ってこう目立ってきちゃうんで、その表面にも木を張ってですね、こうこんなような形で木を張って食洗機の存在感をこう消していったというようなところでございます。ここは下の部分は全体的に収納になってるみたいな、あ、そうですね、これが一応空いてですね、奥にこうゴミ箱とかがこう入っているような形になりますね。上の部分とか食器棚というか、そうですね、さっきみたいに可動式のあれなんですか？これはこっちはですね固定で作っていて、まあ、あらかじめ置くものがある程度決まってたので、はい、というわけで、まあ、ちょっと食器の方もねいくつかピックアップしていただいたので、はい、ちょっと紹介をしていただきたいなと思います、はい、このプレートと白くて中がこう銀色の器はプラグマタっていうですね、器のセレクトショップみたいなところがあって、すごい渋い外国人のおじいさんがやられてるんですけど、そこであの買ったもので雰囲気がすごい気に入っていて、これによくパスタをこう乗せて食べてる感じですね。でこれもはなんか中の釉薬がこう反射する系のもので、壁の鉄板と結構相性がいいなと思って、こういう結構マテリアル感が好きで、これは購入したようなものになります。で合わせてこのコップもですね、プラグマタで買ったものですね、モルタルっぽいような表情になってるんですけど、サラサラしててすごい綺麗だなと思って買いました。で変わり種でいうと結構こういうところでゴムでできてるですねコップなんですよね。これがあの近くのですねペーパータイガーさんっていうセレクトショップで買ったんですけど、あの久留米のですねゴムメーカーさんが作っているものでグニャグニャすごい柔らかいですね、これ電子レンジもできて、あの、まあ、僕結構落としたりというかしちゃうんですけど、はいはい、これ絶対割れないんですごいいいなと思って使ってます。あとはこれも友人からもらったものなんですけど、陶芸家の青木亮太さんが作られた水差しで、これでよくこの辺の植物にこう水をこうやってやっているような形になりますね、はいはいはい、色が水色で好きな色なんで気に入っております。あとはこちらダイニングスペースはテーブルも、そうですね、はい、テーブルは足はもう IKEA のものをそのまま使ってるんですけど、この天板に関してはこの工事で出たですね端材を提供していただいて、そのまま天板にしているというような形になります。なのでこの壁と同じ素材になっておりますね。なるほど。ここは普段は食事スペースとして使われている。そうですね、ここは基本的に食事するような場所として使っております。なるほど、ありがとうございます。奥の方に行こうかなと思うんですけど、はい、今度こちらカーテンの奥側は、はいはい、は寝室、そうですね、こっちベッドルームになっております、はい、そうです、ちょっとこだわったポイントからこちらも、はい、寝室もですね、まあ、窓際にあるということで書斎と同じような形でですね、あの風景をこう最大化していくような形 の、 あの窓周りのデザインになってます。あとはまあちょうど元々のプランがここへこんでたのでコンパクトなベッドルームなんですけど、このカーテンを閉めると結構プライベートの場所になって心地よい感じで過ごしてます、うん、はい、奥には洋服棚、はい、あ、そうですね、ラックか、はい、奥にですね洋服のラックがあって、あの電気の配管をそのまま使っております。あ、なるほど、そういうのは電気の要素を服をかける場所としてこうデザインしていたというような形になります。こちら洋服がたくさんあると思うので、ちょっと洋服についても
お尋ねをしていきたいなと思うんですけど、はいはい、洋服は結構お好きでいろいろ購入されてらっしゃるんですか？そうですね、いろいろ好きで買ったりしてますね、うん、はい。なんか洋服買う時の こだわりというかポイントみたいな。そうですね、やっぱりあの素材感とか好みのデザインとかでこう選ぶような形でしてますね、うんうん、ちょっとじゃあお気に入りの洋服について、はい、こういくつかこちらもピックアップして紹介をしていただければなと思います。こちらをここにかけさせていただいて、はい、でこれ冬物のコートなんですけど、これはまあアルクフェニックスさんっていうあのフェニックスがスポーツメーカーのフェニックスがやってるストリート系のブランドで、うん、歩くってことをあの考えて作られてる服という感じですね。であの収納性が結構良くて、いろんなところにこうポケットがこうついているような形になります。この服についてはディティールがやっぱ結構綺麗で、真ん中じゃなくてですね端のところでこうファスナーが開閉できるというところが気に入って買いましたね、はいはいはい、でこう襟がこう立ってて寒くもなくて重宝してます、うん、確かにスポーティーな、なんかそうっすね、感じですね。ラフでありつつ寒くなくて、うん、フォーマルの場にも着れるっていうのが重宝してますね、はいはい、最近買ったのだとベータポストさんっていうようなブランドで、あのこれこのブランドもすごい素材感とかにこだわられてるブランドで、裏がこうキルティングみたいな形になってるんですけど、こういうところにポッケがついてたりとかして、結構あったかくてですね、あのコート着ずに T シャツの上にこれ着て出ても冬場でもですねあったかいぐらいいい感じのもので、あとちょっとシルエットがあの僕が今着てるシャツも同じブランドなんですけど、少しちょっとブカッとしてるような形でクマっぽい感じのシルエットが好きでよく着てます。なんか裏は少し光沢というか、そうですね、ある感じなんですね。ポリエステルっぽいような感じのマテリアルになってて、はい、なるほどね、ちょっと面白いですね。それそうなんですよね、普通のキルティングっぽくない、変わった生地を使われているブランドサイになりますね、うん、なるほど。でまたこちらが同じくアルクフェニックスなんですけど、これはニットでこういうところがなんかあの風が通るような素材になってて、でこういうモコモコしているような形で、結構現場が雪国に行ったりとかあるの でその時とかもこういうニット着ていくとすごいあったかいっていう形で、これもこういうところにポッケが実はついてて、はい、いろいろ入れれる。で面白いのがここがメッシュになってます。あ、本当だ。だ空気が実はこうここで抜ける、服の中でここで抜けるようになってて、はい、空気のこの服の中でこう重力換気ができるっていう、かなりこう建築的思考で作られた服になってますね。はい、でこれあの冬とかでもなんかこういうの暑いの着て電車とか乗ると結構 暑い時とかあると思うんですけど、その時とかにですねこのポッケのとか開けると空気がこう流れて、へ、気持ち涼しくなる。あ、そうなんだ。地層で作られているというようなものになります。はい、ちょっとあとはまた結構毛色が変わって、吉祥寺にあるですねシロさんっていうアトリエと服屋さんを兼ね備えたですねお店で、原田さんっていうご夫婦でやられてるお店なんですけど、でそこのトレーナーっていうんですかね、もので多分シロさんの種類の中でかなり前のものになると思うんですけど、すごい使い勝手がいいのとシルエットがとても可愛くてですね、あのよく着ている服になります。はい、最後はですねこれもあのコーヘンさんっていう山形のニットメーカーのブランドになります。でコーヘンさんを知ったのも靴と一緒で、ギンナンボーイズのミネタ君の同級生がやってるブランドで、でミネタ君も結構着てたりとかして、シャツなんですけどこうニットがこう使われていて、でちょっとパッチワークみたいなデザインになっているというような形ですね。で色がまたベージュの色で、結構意外といろんな服に合わせやすくてですね重宝しているシャツになります。こう見るとブランドも含めて結構いろんなところで洋服とかが購入されるんですね。そうですね、多岐にわたるような感じで、はいはい、これっていう感じで決めずに気に入ったものを買うような形で購入しております、うん、ありがとうございます。はい、寝室のこちら奥の方にまたちょっとスペースがあると思うんですけど、ここは何になってるんですか？はい、ここは実は洗面になっておりまして、普通よくある家だとお風呂の中にこう洗面のお部屋が脱衣室と一緒にあるってパターンが多いと思うんですけど、
使い勝手を考えた時に結構寝室からすごい近い方が起きた時にこう顔洗ったりとかする動線を考えると結構いいんじゃないかなというような考え方で、今回はこう寝室の横にですね洗面をこう作らせていただきました。確かにこれは珍しいですよね、うん、そうですね、あんまりないかもしれないですね、うん、洗面台周りのスペースでなんかお気に入りのアイテムとか使ってるアイテムとか、そうですね、まずこのなんか水洗関係の器具が気に入っていて、これが腎臓大理石のもので、でこれがあの普通のタッチ水洗で、これでこう温度調整するんですけど、あのフォントトレーディングさんっていうあの中目黒にあるですねショールームのある会社なんですが、コストパフォーマンスが良くてデザイン性もいいものを結構あの安価で出しててですね、いろんなホテルで使われているようなものを今回の作業採用させていただいたというような形になります。あとは結構アメニティというかですね、使っているのがですね、草津木村屋さんっていうですね、草津温泉のですね、本当湯畑の目の前にある旅館さんのアメニティなんですけど、宿泊するとこれそのままいただけて、実はこの宿は僕が勤めている会社で設計してて、で私担当させていただいてたんですけど、その時にですね、あの試泊した時にいただいたものになります。で中身に全部あのイソップさんとコラボレーションして作ってて、であのたまに使うんですけど、まだ全然なくならずに、はい、高級感をこう楽しませていただいているというような製品になります。ありがとうございます。はい、ということで太田さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、はい、このお部屋を言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですか、はい、ところちょっとお聞きしたいんですけど、はい、いかがでしょうか。そうですね、まあ、あの隅田川っていうですね、すごくあの歴史のある大運河の目の前で、都内にいるとやっぱり結構細々としたちっちゃいスケール感の中でこう生きてるっていう中で、やっぱこう目の前にこのかなりダイナミックな自然があるっていう、その大自然をうまくこう建築の中にこう取り組んでいったっていうような家かなというふうに思っております、うんうん、ちなみにこう普段こうインテリアというか家具とかまあいろいろ紹介していただいたと思うんですけど、なんかよく買いに行くお店だったりチェックするものだったり、なんかそういったところとかあったりしますか。なるほど、インテリアはですね、あのフライさんとか、まあ、あとデザイナーズの家具を結構扱われているところには見に行ったりとかですね、するような感じですかね。あとまあその仕事柄なんですけど、まあ、天童木工さんと結構お付き合いがあるので、うん、あの天童さんの家具とかタイムアンドスタイルさんの家具とかですね、まあ、よくあの見るかなというような形になりますね、うん、今のご自宅だと、結構ご自身で作られてるもの、そうですね、なんなら ほとんどというか結構多いんですか。そうですね、今回も造作で結構作っちゃったっていうので、あんま置き家具作ってないんですけど、うん、あのクライアントワークだと自分で家具デザインとかも実はしてて、アクリルでこう家具作ったりとか、はい、ベッドフレームをあの友人に作ったりとかですね、まあ、そんなこともやってるという感じですね。そうなんだ、ありがとうございます、はいはい、そしたら最後にじゃあ小田さんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。はい、まあ、大きな告知はないんですけど、インスタグラムとかやってるんでよかったらフォローしてください、はい、お願いします。ちなみにインスタグラムとか、はい、なんか建築のお仕事のあれとか、そうですね、設計の話とかが結構メインで、はい、やってるような感じですね、はい、気になる方ぜひインスタグラムの方をチェックしていただければなと思います、はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは太田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。